皆さん、こんばんは。今日は2024年11月29日金曜日です。今日のテーマは中国外資系の撤退が加速。でもですね、これは大変なんですよ。アメリカの大手投資機構、悲鳴を上げましたね。中国から資金、 持ち出すこととはできませんとつまり中国から投資したお金を引き出せないんですね。これは大変ですね。みんな騙されましたね。ゴールドマン・サックス社の市場、ソロモンさん。この間、香港のメディア、香港では国際投資機構サミットがありまして、 苦情をものすごい言っていました。我々中国から撤退する人民軍をアメリカドルに換金することができません。中国政府は協力してくれない。この状況でしたら外国の投資家はみんな中国を投資しませんよ。そしてブラックストーングループの c 場を グレイさんも発言しました。世界の投資家はみんな気になっています。中国での投資をしてきました。撤退するときにどうやって順調、スムーズに資金を取り出すでしょうか。我々は中国でたくさんの資金を投入しました。しかし、この5年間、資金を取り出すときに とても困難です。国際投資機構にとって投資は自由投資をやめることも自由これが大事です外資系の投資を誘致するときはとても便利でした投資をやめてしまうと困難です中国には問題いっぱいあります世界の投資家は 中国への投資を考えたくないんです。投資機構はみんな中国の経済が良くなることを願っているし、期待して投資していますから、たくさんのアドバイスもしてきました。中国の資本市場を期待しますから、どんどんこれからオープンになっていくことを期待していますよという話ですね、ありました。 そして、モルガン・スタンレの CEO、デッド・ピクさんも発言しました。投資機構にとって、その国の透明度は何よりも重要です。つまりですね、有限事項が大事だよっていう話です。中国はデフレから抜けるには時間がかかりそうですね。という発言もありました。そして、ウォーバーグ、 ピーカスの CEO、ガイトーナーさん、発言しました。2023年、我々はチェック・フ・タリクの投資をやめたんです。10億ドル分の元をですね、ドルに換金して、まだ投資活動をしたかったんですね。でもそれができないんです。いつ換金できるでしょうかわかりません。情報によりますと、 中国の国民は銀行に行きました。現金を取り出すことは容易ではないんですね。オンライン決済、オンライン送金の金額、上限額、設けられる。我々だけではないんです。ゴールドワンサクス社ですら換金できないですね。という話もあったんですね。今回ですね、こういう話は出てきて、やはりみんな結構びっくりしましたね。 アメリカのこの有名な投資機構たくさん集まって、香港ですよ。この国際金融センターとは言いたくないんですが、一応ですね、まあ、まだ国際金融の跡地ですが、でも国際金融センターとしましょう。みんなこれでも香港で集まりましたし、香港のメディア、記者の前でこういう苦情ですね、たくさん発言しました。つまり、 中国での投資活動を長年やってきました。最後はやめるんですね。撤退します。でも、自分のお金ですね。出すことはできません。実はですね、この状況というのは去年から続いています。これから話をします。またですね、こういう発言を聞いて分かったのはみんなずっと我慢してきました。 もう我慢できないから、これで香港のメディアにこういう苦情ですね、言っていました。ゴールドマン・サックス社の情報ですが、この話はもう5年かも続いています。つまりコロナ前ぐらいなんですよね。これからですね、外資系の投資はもう期待できないですよね、ということです。やはりいくら投資しても最後は撤退できませんから、 リスクはですね、もう無限ですね。お金消えるんですよ。またですね、中国政府の本書であるチンピラという本書ですね、もう隠すことはないんですよね。つまり中国政府も分かっています。国際社会で今回はわだとなるでしょうし、それでもお金を渡しませんと。あるいは中国政府はもう決心しました。 自分の仲間であるウォール街と縁を切ってもいいでしょうね。なので、今後使えばもう期待しない、もうなくても良いと習近平が決めたでしょうか。彼はですね、心が本当に真っ黒ですね。最低なんですよ。これはですね、他人のお金なんです。しかしですね、この2年間、中国政府はずっと 外資系の誘致をしています。去年、中国政府は発表しました。私も何回か動画で話をしました。中国ですね、これから金融市場を全面オープンにするんです。外資系の投資機構、投資銀行、商業銀行、保険業もですね、条件なしで、中国での運営、投資活動、 でできますすよよ。と宣言したんですよ我々はですね期待したいのは日本の保険業ですねやはり生命保険ですね中国の生命保険保険会社は全然信用できないんですこれで多くの人は香港に行って保険加入するんですよなのでですねもしこれから外資系の保険会社はどんどん進出したら我々にとっても有利なんですね あるいは、中国の銀行にお金を入れました。でもですね、あれは自分のお金なんですよね。取り出そうとしても、なかなか許可してくれません。これについても動画で話をしました。例えばですね、中国の銀行の前で結構抗議するんですよね。原因はですね、貯蓄ではないよと言われたんです。あれは、投資なんです。金融商品なんです。と言われてしまいましたね。 みんなびっくりしました。あれは貯蓄でしょう。と言ってもですね、やはり中国の銀行というのは100%国有企業ですから、これはですね、訴えようがないんですよね。こういう話があってですね、やはり外資系が必要と我々は期待していたんですね。でもですね、中央政府は発表はしました。事項は全然していません。私はこれについて噂を聞いたんです。 外資系でですすね、ね。あまり興味はなかったんです、ね、そうすれば中国政府も断念しました。思いっきりですね、お金はもう返さないと決めたんです。ただしですね、ゴールドマン・サックスは結構かわいそうなんですよ。ゴールドマン・サックスはですは、ね、ものすごい親中派だと言えるんです。例えば2022年12月、中国とインドの GDP は アメリカを突破するよ。これは間違いありません。しかも2035年までにできますよ。と発言しました。また、中国のようなクズですね、の会社。例えばですね、テムもそうですし、アメリカの株式市場へ上場するように協力してくれました。テムという会社ですね、結構偽物も売るんですよね。本来ですね、ダメなんですよ。 でもこういう投資技法ですねにすれば問題ないんですどうでもいいんです金ですね大事ですつまりですねゴールドマン・サクス社は中国政府の代理人だと言っても言い過ぎではないでしょうそれでもですね自分の友人自分の親友であるゴールドマン・サクス社ですねですら自分のお金ですね取り出すことはできないんです そうすれば、他の外資系はもっとできないでしょう。という意味なんです。また、他の外資機構、外資系は、やはりこの状況を見ていますから、中国で投資すると本当にいいでしょうか危険ですよね。お金、返ってこないんですよ。つまり、中国にとって、これから外資系の投資、 外資系のの進出はもうう期待でででできないでしょうか。これについてですす。ね、真実の原因があるんです中国の銀行にはですねもう本当にお金がないんですよ実はこれがですね私は何回もお話をしましたお金がないんです普通の国ではですね中国の商業銀行特に地方銀行ですねもう全部破産している状況なんです 原因はですね、お客様の貯蓄がなくなってしまったんです。だから、お金を出そうとしても制限されるんです。これについて、ウォル街も同じなんですよ。同じ被害を受けました。中国には銀行にはお金がないんです。そうすると、延期に延期にします。なんとかして、手続き上ですね、困らせるんですよ。ものすごい簡単ですね。 去年3月、私もお話をしましたが、アメリカ生まれのドイツの新興市場、ファンドマネージャー、新興市場の神様だと言われています。マーク・モビアスさん、86歳です。ものすごい資産家です。中国株、ものすごい宣伝してくれましたね。でもですね、去年3月2日頃でしたけれども、フォックスビジネステレビの インタビューで発言しました。上海にある HSBC 銀行に口座があり、その口座には私のお金入っていて、ドルに換金して外国へ送金しようとしました。それができないから困っているんですよ。という話が出たんですね。中国政府は資金の流出を制限していますから。私は20年間投資してきました。中国でですよ。 どうやってお金を稼いだか、そういう記録を提出しろと求められました。私の頭が真っ白となったんです。そのものは提出できるわけがないんです。という話があったんですね。この発言は当時世界で話題となっていました。中国の外科、管理局はすぐに出てきて説明しました。 これから調査します。手続き上問題はあったでしょうか解説しますねという話があったんですね。でもですね、その後解決してくれたというふうに話があったんです。ただしですね、今回は場所は香港です。世界有名な投資機構みんな参加してくじをいっていました。中国政府のメンツが潰れたとも言えます。 でもですね、潰れても仕方ないんですよ。中国の銀行にはお金がないんですよ。払いたくてもないのでどうすればいいですかという意味なんですね。メンツが潰れてもお金がないんです。でもですね、これからトランプさんが登場します。米中の貿易戦争、まだ金融戦争、起きる可能性は高いでしょう。と私は思います。トランプさんはですね、中国のことを 敵として見ています。勝負するんですよ。バイデンさんの場合は勝負ではありません。付き合いしながら競争しましょうと。やはり交流も大事なんですね。勝負するとなれば、領域としては投資、技術、貿易、金融でしょうと思われます。これから中国から留学生ですね、基本は 受け入れないとは言いませんが、厳しく審査するよと聞いております。特に生物科学、科学技術、理系ですね、基本は中国人、留学生受け入れませんと聞いております。まだ中国からの投資、基本は受け入れない方針なんですよ。例えばですね、中国の会社、お金を持ってアメリカの ベンチャー企業を買収します。やはり技術とか欲しいんですね。あるいは技術提供して欲しいんです。あるいは大株主なのですね。これはもうできないんです。目的ですね。トランプさんは自分の技術を守るためなんですよ。つまり、習近平はアメリカとの勝負を避けたくても難しいと思うんです。 またですね、話戻りますが、中国というのは成長の国ではないんです。世界に注目されているのはですね、中国の外貨準備高なんですよ。多くの国は自分の外貨準備高、稀に発表はします。あまり気にしないんです。話題にもなりません。世界でも注目されません。でもですね、中国の中央銀行、まあ、人民銀行ですが、外貨 準備高を発表したりですね。ものすごい世界に注目されます。原因を言いますと、中国の人民元、この通貨ですね。自由に換金できる通貨ではないなん,なんですね。つまり国際通貨ではないんですよ。外資系は中国投資します。中国で投資活動します。人民銀行に自分の外貨を入れます。アメリカドル。 ユーロ、円とか入れるのですね。それで人民銀行から元を受け取ってから中国で投資活動をします。でも大丈夫です。中国政府は約束します。将来ですね、中国から撤退します。投資やめるんですね。絶対に換金してあげますよ。元をですね、アメリカドルあるいは日本円にしますから大丈夫ですよ。 という約束があってこれで外資系はみんな安心して自分の外貨を原にして投資活動をしていますこういう流れなんですよ中国人民銀行の外貨準備高としては3.1兆ドルから3.2兆ドルの間なんですよ実はでもですね3.1兆ドル 3.5、3.6もあるんですが、それは無視でいいんです。原因を言いますと、中国の輸入する金額ですね、1か月間約です、ね、2000億ドル超なんです。3か月間のこの金額確保必要ですから、約6000億超、どうしても必要なんです。つまり3兆ドル前後なんですね。多めに見積もるんですが。 しかしですね、中国の対外債務もあるんですよ。2023年6月末時点で、これがですね、中国の人民銀行が発表した情報ですが、中国の対外債務は6兆6千億ドルなんです。対外金融資産は9兆と4千億ドルなんですよ。つまり、対外純資産は約2兆7千億ドルなんですね。大体ですが。 そういういい話が出ています。ただしですね、中には地方政府の持っている拡大債務ですね、やはり含まれていないんですよ。IMF 国際通貨基金とアメリカ金融業界の予測ですが、約ですね、7兆ドルから11兆ドルあるでしょうと。つまりですね、中国の外貨準備高というのはですね、 三点何兆とか言われるんですが、全然足りません。でもですね、最も大事なのは、外貨準備高ですね。どうして国際社会に注目されているかと言いますとですね、中国の外貨準備高とは、あれはですね、中国のお金ではないなんですよ。外資系の外貨、外資系のお金なんです。つまりですね、中国政府、 中国人民銀行には余裕がないなんですよ。でもですね、外資系は投資長年やってきました。一気に撤退はないはずなんです。また、地国の会社、例えば恒大グループ、不動産企業ですね、債務は総負債額ですね、日兆3900億元、約50兆円抱かえかてるんですが、 ただしですね、アメリカ、ドル建ての債務は3億ドルだと言われています。でもですね、これは、えー、まだ生産中です。まだ詳細は分かりません。こういう話はあります。でもですね、こういう会社はたくさんあるんです。でも、みんな同じですが、長期的に借りていますから、一気に返済することはないんです。つまりですね、この状況において、 中国の景気が良ければ、経済が成長すれば問題はないんですよ。でも、経済は今はもう変わりました。悪化していきます。地政学の問題もありますし、外資系は一気に出ていくんですよ。これでお金がないですよねとバレてしまいました。これが原因なんです。中国の国内では お客さんですね。自分のお金を銀行から引き出し、送金という規制はされています。海外においては外国のもの輸入を規制していたんです。例えばワインとかロブサーとかですね。やはり規制があったんですよ。アメリカの情報では中国の交換、あるいは交換の資産ですね。アメリカに10兆ドルの資産を おいででやるんですよ。習近平はなんとか指導したんです。海外での投資をやめろとお金を持って帰ってこいと指導しました。でもですね、効果はやはりありません。台湾企業の話、ね、の方が情報を提供してくれました。この間ですね、香港ドルをアメリカドルに換金します。20万ドルだったんですよ。 それでも審査がものすごい厳しかったんです。実はですね、台湾の会社たちは5年前気づいたんですよ。やはり台湾ですね、戦争あるという予測があったんですよね。怖いんですよ。これで早く資産を売却しました。多くの投資家、あるいは多くの企業家ですね。ビットコインにしたんですよ。これで台湾に持って帰りました。ビットコインですので、まあ、パソコンですね。問題はないんです。 あるいは金額がですね、少なければ台湾企業同士で立ち会い、いですね、していました。例えば貿易っていう文章で台湾へ送金もしていました。っていう情報もあるんです。やはりですね、外資系の投資っていうのはリスク管理が大事なんですよ。例えば中国へ投資はします。いつか中国での資産ですね、売却できますよね、と。 予測あるんですよ。もし資産は売却できなければ、投資は失敗っていう意味です。現在ですね、みんな分かってきました。これから中国の経済は悪化します。資産は売れても難しいんですね。売れないはずなんですよ。また資産価格どんどん下がっていくんですよ。これでどんどんですね、これから投資はやめようという人は くなってくると思います。す特に外資系ですね。ただしですね皆さんはえ多分ですね製造業あるいは日系企業ですねどうなるでしょうかという心配あるかもしれませんがでもですねあの説明します例えばですねテスラ自動車日本の会社ですね結構製造系製造業が多いんですよものを中国で製造しますそれから輸出しますので 海外で売れますので、中国政府とは関係ないんですね。なので、問題はないんです。ただしですね、中国から撤退する日本の企業ですね、これは言いたいんですよ。日本の企業の場合はですね、結構古い設備置いて、ままですね、もう入れませんとなって撤退するんですよ。とういうことですね、結構聞きます。台湾の会社の場合はですね、新しい設備、やはり半導体、 怪我ですね、多くて新しい設備だけ選んでバラして東南アジア輸出するっていう理由で撤退しました。いやこれはですね約1年前ですがトラックですねものすごい多かったんです。20トンとかですね、トラックを手配して台湾の半導体装置ですね全部バラバラにしてあのコンテナですねではないんですよ。梱包して、 20トンとなくに住んでいたんですよ。それから港にいて、そのまま東南アジアの方にですね、向かっていくんです。ということですね、結構見かけていました。ちなみにですね、この間、えー、話をしましたが、キヤノンはですね、渋滞から撤退しました。去年ですね、撤退しました。約三十数年間経営してきましたね。非常に残念ですが、でもですね、キヤノンは確かに中国人従業員さんに対して、 結構ですね、優遇対策を出しましたね。実はですね、原因があるんですよ。お金ですね、持って帰れないんですよ、日本に。これが原因なんですね。台湾も結構多いんです。最近、こういう話結構聞きます。中国から停滞します。でもですね、停滞したらお金ですね、持って帰れませんし、機械設備ですね、あの置いたままになってしまうし、これは大変なんですよ。そうすれば、 やはりこのまま維持しようかっていう話結構聞きます。これが最近の話ですね。なのでですね、ちょっと事情があるんですよ。ただしですね、今から撤退するとかですね、例えばゴールドマン・サックス社もそうですし、今からですね、撤退するというのはですね、もう遅いでしょうというふうに私は思います。理由を言いますと、私もね、結構長年動画で話をしましたけれども、 トランプさん1回目の任期ですね、結構米中混雑貿易戦争あったんですよ。バイデンさんとなっても仲良くはなっていません。やはり仲悪いままですね、競争となっているだけで別に仲良くなっていないんです。つまりですね、米中の関係、仲良くなるのはですね、まあ、5年後、10年後、50年後になってしまう可能性が高いんですよ。あんまり期待しない方がいいんですね。 もしですね、この事情が分かっていれば、もうね、もう撤退するはずなんですよ。つまりですね、今から撤退というのはですね、なかなかもう厳しいんですよね。これは私の気持ちなんですね。特に外資系の投資機構ですね。もう撤退は遅いでしょう。というふうに思います。会社の場合は、ちょっとですね、やはり制度の業ですので、維持したままでなるでしょう。 というのがありますね。ただしですね、これは今年いっぱい、あるいは2025年いっぱいでしょうと私は思いますね。例えばですね、来年1月、トラブプさんは登場しますから、製品、あの、関税ですね、どんどんかけられてくるんですよ。そうすればですね、中国にある外資系の生存業務もですね、ものすごいショックを受けてしまうというふうに思います。それがですね、その時きに、まあ、まだですね、話をしますので、少しずつ見てくると。 いうふうに思います。当然ですね、中国の失業率はどうなるでしょうか。それはまだ大変なんですよね。またですね、動画で中国の社会ですね、また続いて話をしたいと思います。この動画はこうしたと思います。最後、イントボタンをお願いいたします。ありがとうございました。